これ、さっきの場所よりひどいじゃないの。もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。今やってきた町の様子を見て、僕は位置関係は分からないが、とにかく今朝この町にやってきたんだ。昨日までの僕は平凡な日常を送っていた。今の僕はこれからのことは成り行きに任せたいと思っている。そろそろは大好きだよ。ここにいても仕方がない。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。早くしてくれないかしら。店の人、店の人間はどこへ行ったんだ。
まだかよ。早くしてくれないかしら。どこ行ったのよ、店の人。早くしてくれよ。まだかよ。まったくどうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。横たわっている男性はとても苦しそうだ。僕は頑張って生き延びてくれ。救急車はまだ来ませんか。ごめんなさい、わかりません。そうですか。あなたですか。どうやら辺りの道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。比嘉先生、ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。家に帰りたいよ。先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。比嘉先生、手を洗いたいのですけど、どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。さっきの地震で水道が止まったのね。気になるならハンカチなどで拭いておいてください。え、私は水で手を洗いたいのですけど。大きな地震が起きたの。
今まで普通にできたことはできないと思っていた方がいいわ。このあとまた大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないから、この辺りにいましょう。先生、この状況なのに随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで何度か被災しているからね。といっても倒れてきたものに足を挟まれて動けなくなってただけなんだけど、必ず救助が来るわ。それまで頑張りましょう。ああ、でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ヒロコったら、こんな大変な時でも一人で行動するなんて、ほんと空気の読めない子よね。いつも通る道だけど、いいんだ。全然違って見えるわ。どこに行ったらないかしら。店の人間はどこへ行ったんだ。消防車が走っていったみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。ビルの方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。どうやって言うんだ。まだかよ。店の人間はどこへ行ったんだ。してくれないかしら。どこ行ったのよ、店の人。黙って持って行っちゃうぞ。
いや、助かったよ。お前さんが紙をくれたんだな。お、うちの店員か。ご苦労、ご苦労。汚い手を俺の肩に乗せるなよ。しょうがないじゃないか。水が止まってて出ないんだからな。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。さ、商売商売。いやー、派手に壊れたもんだな。まあいいか、どんな時でも商売商売。さあさあ、買った買った。美味しいお弁当がたったの5000円だよ。確かアルバイトの柴野崎くんだったな。違います。ジェラルド・マッキャラン中尉であります。そうかそうか、うん。しかしわしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。何を言っている。僕がここの店長だ。ん、お前が店長？いや、そんなはずはない。いい加減なことを言うんじゃない。さてと、こんな時こそ商売商売。さあさあ、買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。ありがとう。少し生き返ったよ。この黒い T シャツの男性は確か。おやおや、さっきこわもての男に追われているのを助けてやった。僕を助けた？そうか、あの時あの男に話しかけられてた人だね。助けてくれてありがとう。あの男はまだ近くにいるのかい？僕がこの店に入った時には見かけませんでした。そうか、よかった。わけがわからないんだ。
いきなり殴りかかってきて、こうか不幸か地震が起きたから逃げられたけど、君はこれからどうするんだい？町の様子を見て回りつつ、別の町にある自宅に帰ろうと思ってる。そうか、たまたまこの町に来てたのか。それは災難だったね。ラジオで言ってたけど、陸路はトンネルが崩れていて通れないし、空港はまだ滑走路が使える状況じゃないらしい。だから町から出るなら船で出るしかないみたいだよ。そうだ、それなら頼み事を引き受けてくれないか。僕は大切な人と会う約束をしてるんだ。こんな状況だけど、何とかして探そうと思ってる。その鍵は地下鉄のあけぼの宇津木駅のロッカーの鍵だ。中に大切なものが入れてある。それをここから南にある湾岸エリアのフェリー乗り場に持ってきてほしいんだ。僕も約束を済ませたら向かうつもりだけど、間に合わなかったらそのまま町から出ても構わない。この辺りは道が塞がれてるみたいだけど、どこからか出られれば。すまないがお願いするよ。僕はもう少しここで休ませてもらう。さあさあ、買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。すみません、ミネラルウォーターは残っていませんか？ミネラルウォーターありますよ。ちょうど最後の1本残ってました。それをください。はい、ミネラルウォーターは2万円になります。2万円って何かの間違いではないですか？間違いじゃないかと言って。おお、確かにこれは期待してた。してきてくれてありがとう。3万円だ。ミネラルウォーターがたったの3万円だよ。何が3万円だ。なんだろう。ピンポンポン。価格改定のお知らせです。ミネラルウォーターはたった今4万円になりました。あ、引っかかったな。なんだお前は。お前一つ店で何をやってるんだ。いや、お留守だったもので、ちょっとお手伝いはと思いまして。手伝いだけ？俺がいつミネラルウォーターを4万円で売り切れてほしいって頼んだんだ。さてだと。私がこの炎のオーナーです。その間にご迷惑をおかけしました。ミネラルウォーターは無料で差し上げます。ありがとうございます。では急ぎますので。お前さんも変な輩に抵抗してくれてありがとう。この店の評判が落ちずに済んだよ。俺とやっちゃなんだが、これを受け取ってくれ。お前さんも困ったことがあるから、また立ち寄ってくれ。まあ、何もない店だな。ところでお前さん、
どうしてうちの制服着てるんだい？外へ出よう。そうですね、出ましょう。